シャカタク、シャカタク、シャカテックは、イギリスのフュージョンバンドである。アメリカ合衆国のジャズを起源とするフュージョンとは異なり、アドリブ編長ではなく、旋律と編曲を重視した親しみやすいサウンドが特徴で、1980年代において、レベル42と人気を分かち合い、シーンを盛り上げた。グループ名のシャカテックとは、デビュー前の彼らのレコードを、 通信販売で売ってくれたレコード店、レコードシャックに対する感謝の気持ちを込めて、シャック、アタックから名付けられたものである。キース・ウィンター脱退直後は、メゾフォルテのギタリストであるフレドリック・カールソン、フリードリック・カールソンが、現在は、アラン・ウォーマルド、アラン・ウォーマルドがギターを担当している。いずれも、準メンバー格だが、クレジット上は、ゲストミュージシャン扱いである。 ジルセイワードとジャッキーロー、ジャッキーローの二人は、グループ結成直後からコーラス担当として、グループに関わっており、ファーストアルバム、ドライビンハードにも参加している、トゥースシュート。両名によるコーラスは、セカンドアルバム、ナイトバーズで大きくフィーチャーされたが、同アルバムのクレジット上は、ボーカル曲、ライト、オンマイライフを歌った、ローナバノンローナバンノンともどもゲスト扱いであり、 裏ジャケットのメンバー紹介画像にも載っていない。逆に、同じく両名のコーラスが大きくフィーチャーされた、サードアルバム、インビテーションスでは、ボーカル曲、ロンディ・アフタヌーンを歌った、トレイシー・アッカーマンを加えた3人が、メンバーとしてクレジットされている。フォースアルバム、アウト・オブ・ディズ・ワールドの発表前後に、ジャッキー・ローが、グループから、脱退、同アルバムでは、ジルセイ・ワードとノーマルイース。 ノルマ・マルイスがメンバーとしてクレジットされいるナイツ・ライク・トゥ・ナイトでリードボーカルを務めたトレイシー・アッカーマンはゲスト扱いである。その後、ノーマ・マルイスも脱退。以降、ジル・セイ・ワード以外のボーカル、コーラスはすべてゲスト扱いである。近年のライブやレコーディングでは、コーラス兼サックス・フルート担当として、ジャッキー・ヒックス、ジャッキー・ヒックスが参加することが多く、 ギターのアラン・ウォーマルドと共に、ひとしレギュラーメンバーとして扱われている場合もある。1980年に結成。同年、ポリドールより、シングル、ステパンでデビュー。翌1981年にファーストアルバム、ドライビングハードをリリース。なお、同年、ベガーズ・バンケットレコードからリリースされ、日本でも輸入版として一部で注目された、コンピレーションアルバム。 スリップストリーム、ザベスト・オブ・ブリティッシュ・ジャス・ファンク、LP2 枚組に、フィールズ・ライク・ザ・ライト・タイムが収録されており、これが日本で、シャカタクが一般に認知される最初の機会となった模様である。1982年、ビル・シャープのピアノと、女性コーラス、ジル・セイ・ワードとジャッキー・ローを全面にフィーチャーしたシングル、ナイト・バーズで、世界的にブレイク、セカンド・アルバム、 ナイトバーズ、サードアルバム、インビテーションスが大ヒット作となる。1984年頃より、ジルセイワードのボーカルを前面に出したダンスポップ路線へと移行していったが、特に日本のファンが初期の女性コーラスをフィーチャーしたインストゥルメンタル路線を圧的に支持していたため、一時期、日本のファンの思考に合わせた日本国内限定発売版のリリースなどで応えていた。 近年では、比較的ポップ色の強いスムーズジャズ路線が定着、安定した活動を継続している。アジアでも強い人気を誇り、特に日本には現在でも根強いファンが多い。その楽曲は、テレビドラマ、男女7人夏物語、男女7人秋物語の BGM にも使用され、 1987年度、1988年度、1989年度と3年、連続で日本ゴールドディスク大賞のインストゥルメンタル、部門アルバム賞にも輝いた、受賞はそれぞれ翌年、来日機会も多い。1997年にビクターエンタテインメント、JVC にレーベルを移籍。2008年6月、移籍前の旧作、海外仕様のリー集版を、 日本でリリース K2HD マスタリング紙ジャケット仕様。これらにはインビテーションスを除きレアトラックリミックスなどがボーナス曲として追加されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。